Welcome to Mari and Taka Happy Life。皆さんこんにちはかな、こんばんはかな、こんばんはかな、こんばんはですね。はい、今ね、タカさんの家に僕がお邪魔してます。パラワンから来ました誠です。今日ね、パラワンから来て何日目だっけな、今日って水曜日、今日水曜日です。月火日曜日に来て、今日、月火水過ごして、ここに来てます。タカさんのうちにね、いきなり行くぞと言うんで来てしまって、はい、でこの前にね、あのチャケちゃんとゴートゥーさんと一緒に通って、まあね、お仲間なんでね、タカちゃん家にもこうやって、タカさんっていうのはね、今あの大変なんです、あのパートナーのマリちゃんがね、ちょっと急遽フィリピンに帰ってしまったということで、あのタカさん多分泣いてんだろうなって言ってね、ゴートゥーさんとチャケちゃんと話して、じゃあちょっと人の不幸は蜜の味でね、あの冷やかしに行こうぜっつってね、はい、来ましたけどね。寂しい、まあ率直に言ってしまうと、うん、やっぱり今まで空気のようにいつも横に、うん、4年間でしょ、4年間もう僕が逃げない限りは、うん、いつも横に絶対いたんで、うん、やっぱりいざいなくなってみると、うん、静かで、うん、その静かだからいいっていう人もいると思うんですけど、うん、僕はやっぱ寂しいですね。寂しいですね。ああ、やった、一人でやってるんじゃなくて、いやじゃないですね。じゃないね。だって一人でも、うん、お店とか絶対行っちゃダメだって言われてるんで、要はあの女の子がいるお店そういうの釘刺してこないと行くっていうのが分かってるってことでしょ。いや、行ったらどうなるか分かってるよねって言われました。あ、なるほどね。はい、もう大事なものなくなるからねって言われましたね。はい、なんで、はい、ちょっと今タカさんの寂しい話をしてますから、はい、ちょっとねまた深掘りしてきますけれども、この後はね、あのタカさんのチャンネルの方でね、ご覧ください。あの説明欄、僕の説、この動画の説明欄にタカさんのあのリンク貼っときますんで、チャケちゃんがあって、ゴートゥーさんがあって、タカさんの方のね、そのリンク貼っときますんで、タカさんのチャンネルの方にちょっとピョンと飛んでご覧ください。よろしくお願いいたします。ウェルカム、ウェルカムで寂しい、寂しいですね、やっぱり。いや、だから当たり前のようにいるものがやっぱりなくなると寂しいもんなんですね。うん、だから車なんかもそうじゃないですか、うん、ずっと大事にこうもう磨いて乗ってた愛車が、ちょっと同じ乗り物だとか言っちゃダメよいやいや、だってほらフランス語でほら車って女性名詞とかって言うじゃないですか、うんうん、乗り物ですよね聞きましたね、乗り物いやでも乗るものじゃないですか。乗り心地いい、乗り心地はいいです、かなりクッションはいいんで。もう聞かないでね、はい、まあ、ね、今日本当にあの入れ違いで、うん、あの今ねもう夜じゃないですか、うん、今から1時間くらい前にフライトしたばっかりの飛行機なんですよ。そういえば今朝、はい、成田に送ってったんでしょ。ええ、うん、その動画もねアップしましたんで皆さん見てくださいね、うん、はい、いつ帰ってくるか分かんない、分からない、無期限です。要は子供たちを、うん、今回はまあ GoTo フィリピンチャンネルさんの提案でもあるんですけども、うん、このあと子供たちをまた迎えに行く、うん、二度手間だから、だったら今回、うん、一緒にも連れて帰ってきちゃう、連れて帰ってくる覚悟で向こう行っちゃった方がいいんじゃないって、まあ、これ的にもね、まあ、そうだね、2回行くよりは、うんうん、なんでもう結局パスポートとビザが出なければ、うん、マリちゃんは子供を連れて帰ってこれないんで、うん、今の段階だとまだ動いてないですよね、向こうで、うんうん、だからいつ帰ってこれるかがちょっとわからない状態、ね、はい、で今のこう、はい、マジな本音としての心境は、今一人になってどんな感じ。いや、まだ初日なんで、うん、何とも言えないですけど、分かんない、ね、ただやっぱりこれが2日目3日目ってなってくると寂しくなってきて、いや今日一人でさ、ベッドか布団か知らないけど入ってさ、はい、隣にいる人がいないなってこうね、なんかこうシーツかなんか噛んじゃって泣いたりするんじゃないの。いやいや、そんなことはないですけど、結構体でかいけどさ、あなた線細いからね、はい、そうです ね、ちょっとね、うん、真面目すぎるぐらい真面目だし、うん、
すごい寂しがり屋なんですよ、うん、だから日本人の女性だと、うん、ちょっと物足りないんですね、うん、やっぱりベタベタされたり、うん、構ってもらったり、うん、そういうのがないと物足りないんですね、うん、はい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 。だからおそらく多分今度誠さんのライブとか僕一人で見ることになるんですね、うん、そんな時にマリアさんがこう後ろ通ったりしたり横に来たら、うん、多分この野郎ってなるんですよね、うん、多分はい、今ね、ゴートゥーさん家で、はいではい、ゴートゥーさん家のマリアさんとね、はいはい、喋ってたんだけども、はい、仲いいよね。なんかあれ見てるとね、はいはい、ここまだタラバン出てからね、はい、3日しか経ってないんだけど、はい、なんとなくね、ちょっとお家が恋しいみたいなね。ですよね。なるよね。ですよね。はい、でそれが、あ、でも、1週間も経てば自分のペースっていうのを取り戻してくるのかな。どうだろうと思う。でしょ多分でもペースを取り戻す間もなく、うん、多分一日に何回もビデオコール来ると思いますよ。あ、特に夜でね、仕事終わった頃ね。そうですね、あの男ちゃんとうちにいるのかなって、ね、あ、そうですね、ちょっとビデオコールじゃないところどこにいるかわからないから、ね、多分来ますね、うん、はい、それ答えられなかったらえらいことだね。あのビデオコールを OK しないと、うん、見られないところにいるんでしょうみたいなことになっちゃうんで、うん、はい。何時にフィリピン着くんだろう。今日のね、11時20分だか20何分だかです、夜の。そうか、そこまではちょっとね、これ動画引っ張れないけど、はい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 、なんか わざとビデオコールじゃなくて普通の音声通話でなんていう返答があるかそのなんか聞きたいよね。まあそうですね、うん、あのいつもだって普段僕仕事してるじゃないですか、うん、そうすると彼女が休憩時間に入ると、うん、もう 100%、うん、電話来るんですよ、うん、で、ご飯食べたとか、うん、仕事今日大変忙しい暇とか、うん、一緒に住んでてもそういう状況なんで、うん、多分別々になったら、うん、全く忘れられるか、もしくはもう今まで以上に連絡が来るかどっちかだと思います。どっちがいいの。まあ今までレベルが一番いいですね。ガンガンね、そのビデオコールとか来た方が。いやいやいや、ガンガンっていうか、まあ、あの彼女も仕事してるから休憩時間じゃないと連絡してこれないわけですよ。でもほら、フィリピンに行ってたらさ、いつでもかけられるでしょ。ちょっとそれはね、マリちゃんね、それはちょっとね、頑張ろうね、いろんなことね、フィリピンでね、はい。ファミリー大事にしようね、フィリピンのね、はい。一生懸命守りに入ってるタカさんだけど。いやでも、まあ、一応男友達と、うん、一緒にその女の子が接待する店じゃなければ OK なんですよ、うんうんうん、でまあこれぞとばかりに、うん、結構お話は来てるんで、うん、まあ、会う方が何人かいるんですけども、うん、まあほとんどそのそういう女の子の接待のお店には行く予定はないので、うん、はい。でもなんかいつも動画見てるとね、はい、なんかそういう、まあ、フィリピンパブじゃなくてレストランか、あれ全部ほとんどフィリピンレストランとかバーです ね、はい、ああいうとこでも NG なの。フィリピンなんとかってつくとこだ。あ、大丈夫です、大丈夫、あれは大丈夫、大丈夫。あのフィリピンパブがダメですね、うん、あとスナックですね、はいはいはい、はい、女の子が横に座るところはダメよと。ダメですね。だからどうしても断り、正直な話、一人で行きたい。いや僕別にその今女性を探してるわけじゃないので、うん、行ったとしても、うん、友達かなんか男2人とかで行って、うん、楽しくワイワイ騒ぐんだったら行ってもいいけど、うん、一人で行きたいとは思わないです。うん、うん、マリちゃん見てるしね。マリちゃん多分見てるんですね。はい。そうね、昨日お姉さん泊まったんですね。前泊でここに。あ、そうかそうか。で僕を2人送ってったって言ってたし、ね、はい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 、うん、マリちゃんのお姉さんも見てるみたいで、ゴートゥーさんとか、うん、チャゲちゃんとか、うん、タバチョイさんとか名前覚えてるんですよ。おうおう、タバチョイさんも千葉の人だっけとかそういう話して、うん、されるんで、うん、結構だから見てる。あと、うん、最近はもうこの辺だともうフィリピンレストランだけじゃなくて、うん、街普通の仕事してたりしても、はいはい、マリタカのタカさんですかとかって結構言われ声かかるんで、うん、僕も変な行動をいない間にしちゃうと、うん、全部マリちゃんにこう多分チスミス行っちゃうと思うんで、だからもう、ね、もう真面目に待ってるからね、はい、っていうことですね。なんかあんまりそうやってさ、はい、マリちゃんにこう僕は真面目ですよっつったら、あ、疑われないか。大丈夫ですね、高橋さんのところね、はい、うん、うん、ゴートゥーさんのところ結構やばいみたいだったけどね、そこら辺ね。うん、まあそれは多分人それぞれね、うん、
そうか、まあでもね、はい、順調にいってね、その子供たちのパスポートだとかね、はい、そのビザだとかそういうのが終わって、はい、早く来れればいいよね。そうですね。で、ここのアパートって僕初めて来たんだけど、はい、寝室っていくつあるの？寝室っていうか、まあ、うん、僕とマリちゃんのベッドルームがまず一つあるんですけども、はい、今度子供たちが引っ越してくるんで、日本に、うんうん、そのための部屋が、まあ、もう一個あります。で、これはなんか二段ベッド買ったとこ行ったの？二段ベッド買って組、うん、あの前のがシングルだったんで、うん、それを解体して二段ベッドを買って、うん、マリちゃんと一緒に組み立てたっていう動画もあるんですよ、うん、あ、じゃあ子供たちの部屋は部屋で別で、別夫婦の寝室はこっちにあって、もちろんシンプルですね、それは、はい、はい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 、うん、せっかくのね、乗り心地の、はい、まあやめとこう、これは、そうです、ね、そうです、そうです、そうです、うん、ただね、ちょっと声は出せなくなるんでなんか想像しちゃったよね。そうね、はい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 、恋しいマリちゃん、早く帰ってくればいいね。そうですね。なんでそんなに俺、彼女のことこんなに愛しちゃったのかなって思いますよ。それさ、やっぱり、はい、相手によってだよね。はいはいはい、はい、自分がいくら好きでもね、うん、相手がそれほどでもないと自分の気持ちってあるところまでしか高まらないけど、はい、相手がドーンとくると自分もドーンとこう上がっていくじゃない。あの、まあ僕今まで、まあ、フィリピンの女性って、まあ、正直言ってマリちゃんももう知ってるから言うんですけど、うん、3人結果2人結婚してて1人お付き合いしてるんですね、うん、でその最初の方々って、うん、まあ最初に一目惚れみたいな感じから入って、うん、でも最初にもうすごい好き好きオーラがこう出たんですね、うん、でまあお付き合いするんですけど、マリちゃんの場合って僕最初それあんまりないんですよ、うん、でだん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 こう一緒の時間が増えていくに従って、徐々に徐々に徐々にこう YouTube の登録者が増えるかのようにだん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 こう、ね、この前のとこだっけ、あのマリちゃんの、はい、ほらあのなんだっけ、あの出会い系のあの写真、はいはいはい、金髪のこう全然違うじゃんとか言ってたじゃん。はい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 、ありがちだけどね。そうだから僕はあの金髪の女性が来るものだと思って待ち合わせ場所にいたら、うん、あれ前から来る人フィリピン人っぽいんだけど違うだろうなと思ったら、はーいって来たんで、うわーって最初やっぱり思いましたよ。だけどやっぱり一緒にね、しょうがない、もう消化試合になってもしょうがないと思ってね。だけどお話ちゃん聞いてる、消化試合だってだけどまあお話を1時間してたら、うん、ちょっとこの人違うな、うんうん、素晴らしい考え持ってるな、もし本当ならばね、うん、じゃあちょっとこう付き合ってみようかなっていう気持ちになって、うん、で彼女も全てマイナスのことも全部僕に喋るんですよ、うん、そんなこと言ったら僕離れちゃうよっていうことも、うん、だからもう僕も素直に全部話して、うん、もう打ち解けて、うん、結構早いうちに、うん、もう結婚を前提にお付き合いをするような感じだったんですね、うん、はい、それでね、4年間ずっと一緒にいて、はい、今離れてしまって、はい、泣くなよ泣くなよ、いや大丈夫です、大丈夫です、マリちゃん大丈夫です。なんか やってらんねえなって感じだけどね、はい、まあでも体でかいんだから、はい、あの神経もちょっと太くしてね、はい、どんと行きましょう、はい、せっかく YouTube もあれ去年だっけ、もうやめようなんて、あ去年の8月くらいです。その時、うん、GoTo さんからもうやめちゃダメだよってこう、うん、コメントいただいたりもしてたんですけども、うん、誠さんにも相談したんですよね、うん、やめようと思ってるって、うん、確かなんで、もうやめなくてよかったかなと今は、うん、あの頃まではなんとなくお小遣いを稼ぐつもりでいたんですよ、うん、はいはい、うん、だけどもう今はお金では買えない、うん、まあ、誠さん失礼な言い方なんですけども、うん、こういう 大切なお仲間ができたので、うん、もうそういうのってお金じゃ買えないじゃない、はいはい、だから来る時にもね、はい、言ってたの、はい、あのチャケちゃんが運転して GoTo さんが助手席乗って、はい、GoTo さんの車なんだけどね、はいはい、で僕後ろ乗りながらちょっと半分眠りながらこうなんかいいなこういうのって言って、はいはいはい、で着いてからかな、はい、お父さん家に、はい、違う、チャケちゃんの話した時かな、うん、これ YouTube やってなかったらさ、うん、今この瞬間ってないよね、あ、うん、ホテルで話してたんだよね、うん、そうだよね、そう、あれやってなければこう知り合って今この人もあの人も一緒にこう話してるって、もちろんここに来てることもないわけだし、はいはい、YouTube ありがとう、Google ありがとうございます、Google、YouTube ありがとうございます、うん、ね。
本当そう思う。そうだから今はもうそのお金のことはもう一切なくて、うん、それはついてくるもんだと僕は思ってるんで、うん、全くもうそのこの大切な仲間がいっぱいできたんで、うん、まあね僕が助けられることがもしあれば、うん、まあ痴漢にはなっちゃうけども、うん、助けてあげたいし、うん、厚かましいかもしれないですけどね。で逆に助けてもらいたい時は助けてもらえるような関係がやっぱりお金じゃ絶対買えないんでね、もうそれを大事にしていきたいなっていうふうに思ってます。で GoTo さんにもねいろいろご迷惑もかけちゃったし、チャケちゃんにも迷惑もかけちゃって、もう僕も迷惑かけっぱなしなんですよ。もうねあっちで2人がさっきからねニヤ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 笑ってたんだけどでもあれでしょ、はい、登録者もう1500人ぐらい、そうですね1560ぐらいでしたかね今日、はいはい、伸びたよね。そうですね、あれでしょ、あの広告収入もそこそこちょっとずつ入ってきてる。そうですね、まあ、うん、あの毎月下ろしちゃったら大したことないんですけど、うん、多分これ1年貯めとけば結構な額になるんで、うん、そしたらマリちゃん子供たちのためになんか大きくなったお金は1年貯めて使おうねって一応話になってます、うん、はい、はい、どんどん伸びて子供たちのためいいパパいいパパね、はい、はいはいはい、はい、いいねこのふくよかな顔してですね。ね今日突然いやお邪魔しちゃってね、はい、ごめんなさい。いやとにかくこんなところにわざわざ来て、本当はね別の日にね、はい、撮ろうかって言ってたんだけど、はい、僕の方の予定がなんか結構コロコロ変わったりしてて、はいはい、ごめんなさいってことになっちゃうと悪いんで、たまたまっていうかね今日、はい、チャケちゃんのGoTo さんでね撮ってて。タカさん泣いてるよって効果ということになってね突然来ちゃったけど、いや全然もう、はい、ね、ありがとうございます。突然お邪魔しました。はい、はい、でちょっと締めてください。はい、というわけでね、今日はねパラワンから、ね皆さん僕なんかよりも全然もう上の天井の方なんですけど、何言ってるんですか、それやめてよ。誠さんねこんなボロアパートに来ていただいたわけですけども、やっぱりこれはねお金で買えるお付き合いではなくて、もう YouTube させていただいてて、もう視聴者さんとのつながりもそうなんですけども、もう大事なつながりがもうこの1年間でだいぶできたんでね、もうそれだけでもまあちょっと苦労したことを全部忘れられるように、最近やっとやっと思えるようになったんですね。なんで、まあね、これフィリピンエキスポ2022で上野公園で、6月の10日から、22日まで、あ違う12日までここね、今日ね、はい、歩いて上野公園で見てきたの、はいはい、ここら辺でやるのかな、そうですね、はいはいはい、うん、で、GoTo さんが西郷さんの銅像見たことないなんてこと言ってるから、はい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 、西郷さんの銅像の前で3人で記念写真とか撮ってきてね、あーいいですね。で西郷さんの横にうちのパオがいるとか言って見てきたんだけどすいません、すぐ話がずれちゃうんだけどね、はいはいはい、まあこれちょっとぜひね、まあ、マリちゃんは戻ってこれるかわからないんですけども、ね、ぜひまあ、タカだけでもね、まあ、他にもいっぱい YouTuber の方もいっぱいいらっしゃいますんで、ぜひね、足運んでいただいて、フィリピンと日本のね、これからの友好関係をもっと良くしていくっていう方向でやるイベントなんで、ぜひね、お待ちしてるんで、皆さん、当日ね、僕金曜日行かないです。土曜日と日曜日になるんですけども、いますんで、途中ライブなんかもやったりすると思いますんで、よろしくお願いいたします。体ふっといんだけどすごく神経が細い人間で、はい、折れやすいんで、はい、皆さんぜひ応援よろしくお願いしますありがとうございます。はい、ということで、今日ね動画の撮影は終わりにしたいと思います。まあ今度ねぜひね、マリちゃんとねパラワンの方に足を運びたいなって今思ってます。はい、今日どうもね、いやいやこちらこそありがとうございました。はい、失礼いたします。